このように常磐万作の生け垣がこのように真ん中で枯れております。この枝をこのようにまっすぐ上を向けることによって、これが常磐万作の頂芽になります。このようにくくります。このように白縄で頂芽を作ります。このようにすることによって横の枝が上の方に伸びてきます。常磐万作の生け垣の真ん中から上が枯れてしまいました。このようになりました。そこで横の側芽をこのように頂芽に変えることによって、このように頂芽を作った後、肥料888を撒きます。このように肥料をやった後、必ず換水を行います。このように